こんにちは、ひまひよです。今日は米粉と豆腐で外はサク、中ふんわりなチョコスコーンを作るよ。豆腐？そうだよ、これでヘルシーで美味しいの作ってくよ。やっほーい。チョコの準備。チョコレートを切って混ぜ込み用とトッピング用に分けてね。チョコレートはお好みのものを使ってね。今回はカカオ 72% で糖質をオフしたよ。生地作り。ボウルに豆腐を入れて潰して混ぜるよ。豆腐をペースト状にしておくと米粉を入れた時に早くなじむよ。なるほど。こんな感じになったら OK。 ナカンと塩、お好みの油を入れてよく混ぜてね。バターと牛乳の代わりに豆腐と少しの油でカロリーと脂質をオフしたよ。米粉、ベーキングパウダーを入れて粉っぽさがなくなるまで手早く混ぜてね。米粉は商品によって吸水率が異なるので、他の米粉を使うときは生地の様子を見ながら水分量を調節してね。ボソボソしたりベチャベチャで生地がまとまらないときは水や米粉を足して調節するよ。生地がまとまってきたら混ぜ込み用のチョコを入れてひとまとめにしてね。形作り。ラップを敷いたまな板の上に生地を取り出すよ。ヘラや手で直径12センチくらいの円形に整えたら8等分にカットしてね。アルミホイルを敷いた天板の上に並べるよ。少し膨らむので隣と間隔を空けて並べてね。トッピング用のチョコレートを埋め込むよ。焼いてくよ。トースターで加熱ゴーゴー。180度で25分から30分焼いてね。焼きムラがあるときは途中で前後を入れ替えるよ。焦げそうになったときはアルミホイルをかぶせてね。いい感じに焼けたよ。おお、こんがりうまそうだにゃ。米粉と豆腐のチョコスコーンの完成。いただきます。うわ、外サクサク、中ふんわりでうまいにゃ。チョコがいいアクセントだね。豆腐どこ行った？ヘルシーで美味しいって最高じゃん。チョコの他にナッツやレーズンを入れても美味しいよ。普段のおやつにぴったりなので、よかったら作ってみてね。最後に豆腐の美肌ダイエット効果を紹介するよ。僕ちお豆腐大好き。もっと食べてツヤツヤお肌になりたいじゃん。お父ちゃんも。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。